こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね J2 の第16節終了しておりますんで、そちらの方を振り返っていきたいと思いますが、今回もですね、エルゴラプラスの、ご協力をいただいて、まあ視覚的にもちょっと分かりやすくお伝えできればなと思っておりますし、このエルゴラプラスが気になるなという方は、概要欄の方をご覧いただいて、そこから URL をたどってエルゴラプラスのところに行っていただきたいなと、思っております。さあそれでは、早速いきましょう。用意スタート。チン。さあということで、5月の29日に、5試合、そして5月の30日日曜日に6試合行われている、J2 の第16節終わっておりますが、こんな感じになっておりますので、上から、見ていこうかなと思っておりますが、一番上ですね、平ちゃん大好き、北関東ダービー群馬栃木は0対0ということでスコアレスドローで、ゲームの方は終わっております。群馬の方は左サイドバックに、久保田選手をスタメンということになりました。なかなか両チームこうチャンスが作れないなというような、ゲームになりましたが、その群馬はこう右に左にボールを動かしながらという中で、その左サイドバックの久保田選手のところにボールが行った時だけ少し時間ができるかなというような、そんな感じになっておりました。右サイドバックの岩上選手はちょっと途中で、負傷交代、みたいな感じの流れもありましたが、どちらも、ネットを揺らすことができず、この北関東ダービー群馬栃木は0対0で、終わっております。さあ、大宮千葉ですね。大宮の方はそう監督交代というところで、まあ、次の監督が決まるまでということだと思うんですけども、佐々木則夫監督になっての、初めてのゲームということですが、ゲームの方は0対2、千葉が勝利しております。千葉の方は、三木選手がまたゴールを決めましたが、これで、4試合連続ゴールということになっております。そして、51分後半のね、51分に、大宮がもう あの千葉陣でボールをカットして、黒川選手絶好機みたいなところで、それが黒川選手が決められず、そしてその1分後にサウダーニャ選手が決めるという、なんかその、ピンチの後にチャンスありじゃないですけどね、そういうなんかあの流れもあったなという感じがしましたけども、ジフユナイテッド千葉が勝利して、これで5戦負けなしということになりました。千葉の方、大宮の方は2連敗11戦、勝利がないということになっております。長崎山口、こちらは3対0でビュアレン長崎が、勝利しております。長崎はこれで4戦負けなしの2連勝と、いうことになりました。山口ここ最近非常に、安定した戦いを見せてるなという印象があったんですが、結構ロングボール1本で、ちょっと裏を取られるようなシーンが2度ほど、あって、それがそのままこう失点につながるというところで、あれそんな失点の仕方あんまり見たことないな、渡辺監督もあれちょっと不思議な、なんでああなっちゃうんだろうなみたいな感じのこともおっしゃってましたが、長崎がまあそこをうまくついて、3対0、まあ、徳良選手も今シーズン初ゴールを決めてますというところで、長崎がやっぱりこうちょっと上がってきてるかなという印象があります。さあ東京ヴェルディ、ブラウブリッツ秋田の方は3対1、東京ヴェルディが勝利しております。小池純喜選手2ゴール、すごいですね、この A ここと小池純喜選手、本当に、今シーズンこれが10点目、この得点争いですね、でトップということになっておりますが、それ以上にあの秋田、こうブラウブリッツ秋田というのは本当にこう戦う姿勢を見せる、チームではありますが、東京ヴェルディも本当に今ボールをつなぐ方にこう目が行きがちですけども、非常に戦う意識の高いチーム、そしてそのブラウブリッツ秋田ということも加えて、さらにその戦う姿勢も東京ヴェルディは見せたかなという感じがいたしております。でポゼッション率が東京ヴェルディ 73%、 そしてブラウブリッツ秋田が 27%、 これだけでもヴェルディのすごいこのポゼッション率だなと思うんですが、パスの本数ですね、東京ヴェルディ、ブラウリッツ秋田が182本に対しまして、東京ヴェルディが723本ということで、ほぼ4倍ぐらいの、パスの本数、このあたりはヴェルディの、らしさが出たかなと。ヴェルディのこのスタイル同士、スタイルがぶつかる対決でありましたが、その東京ヴェルディのスタイルが、勝ったかなという感じがいたしております。
ジュビロ磐田と、制限金沢の方は1対0、ジュビロ磐田が勝利いたしまして、これで6戦負けなしの3連勝ということになっております。前半ね、もうあの金沢もね、ホドルフォ選手から瀬沼選手で、瀬沼選手あと決めるだけみたいなところっていうシーンもありましたけども、なぜかゴールの方向にボールが行かずみたいなところもありましたが、後半に入りましてルキアン選手がゴールを決めて、ルキアン選手も、これで今シーズン10点目で、その得点王ランキングというか、トップということになっております。やっぱりルキアン選手の、決定力、素晴らしいなという感じがいたしておりますが、この、エルゴラプラスの、ルキアン選手の、ルキアン表がいいですね。ルキアン選手はこのゲームで MOM を取ってるわけですが、ボールへの執着心がえぐいいいですね、この評価いいですね。えぐいっていうのはなんかいいですね。なんかこうちょっとルキアン選手を表してた、ニアをガツーン入れましたからね、シュートも、見事なゴールが決まって、ジュビロ磐田が勝利ということになっております。日が変わりまして、松本岡山ですね、こちらの方は1対3、ファジアーノ岡山が勝利しております。松本の方はこれで4戦勝利がない2連敗、この2連敗もともに3失点ということで、このあたり守備の方はちょっと、松本の方も、しっかりとしていかないといけないのかなという感じもいたしますが、岡山の方はこれで5戦ぶりの勝利、フルス相手というかね、木山選手、そして途中出場してきました山本選手も決めまして、そして上条選手がやっぱこのゲームで1点取ってるんで、その1点も見事でしたけども、途中右サイドからのミドルシュートもありましたし、上条選手がまた調子が出てくれば、岡山の方もさらに順位を上げていくのかなと、そんな感じがいたしております。さあ山形相模原、こちらの方は2対0、モンテディオ山形が勝利しております。国部選手が PK 決めました、そして山田浩太選手も決めましたというところですが、山形の方は、ビニシウス・アラウジョ選手もベンチに入って途中出場、やっぱりこう山形整ってきたなという感じが来て、本来いるべきところに来たのかなという印象があります。相模原の方はこれ6戦勝利なしの3連敗ということで、三浦文武監督がの解任がチームから発表されております。さあ、アルビレックス新潟と FC 琉球、このゲームの時点では、順位は2位と3位だったと思うんですけども、のゲームがありまして、注目でありましたが、終わってみれば2対1アルビレックス新潟が、勝利しております。FC 琉球の方は池田玲選手が先制したんですが、これね、新潟やっぱりこの取り返した1対1になったその同点のゴールの、だから要は池田蓮選手が決めて1分後に高木選手が決めるわけですけども、やっぱりこの決めた時間も大きかったかなという感じもしますし、左サイドからのクロスを右足のインサイドでゴールに持っていくという、本当に技術力の高さ、このエルゴラプラスご覧いただきたいと思うんですけど、今回のエルゴラプラスの表紙ですね、これ、ゴールを決めた後の高木義明選手のこの喜びの表現ですけど、これがまたいい顔してますし、なんかこれ新潟の方はこれが、4戦ぶりの勝利になるわけですけども、本当にこの勝利への渇望というか、ゴールへの渇望が出てるなと、なんかこれは本当にいい写真だなという感じがいたしておりますけども、アルビレックス新潟が、勝利しております。ただ僕はその FC 琉球の戦い方も別に良かったかなというか、前節京都のプレスみたいな、ところの話になりがちですけど、これが琉球の戦い方で、ある種ずっとこうオールコートでプレス行くようなチームではありませんが、中継見てると、前節のプレスがあったんで、琉球相手に運べますねみたいなような話もありましたが、そうではなくて、僕が見る感じでは琉球の戦い方はあれで、それほどプレスはかけなくても相手の攻撃をうまく吸収して守るというような、そのあたりの FC 琉球の良さは出てたかなと、いう感じがいたしましたが、後半に谷口選手がゴールを決めてアルビレックス新潟が勝利しております。さあ、続きましてはこれも注目でしたね、京都甲府ですけども、こちらの方は0対0ということで引き分けに、終わっております。バンフォーレ甲府、僕が見る感じではちょっといつもよりは若干
干守備モードかなというイメージが、ありました。というのももうちょっと攻撃姿勢になるときはもうちょっと泉澤選手が高い位置高い位置に行くかなという感じですけども、ゲームの中ではまあ 5-4-1 のような並びになるような時間帯も多かったかなと。でその中でやっぱそうなると甲府は守れるんですけど、甲府守れるその素晴らしさあるんですけど、なかなか泉澤選手にいいパスがちょっと供給できなかったかなという、そんな感じがありました。まあ、泉澤選手が仕掛けるシーンはこう相手のボールを奪ってそのなんかごちゃごちゃっとした流れでドリブルが始まるというようなシーンがちょっと多かったかなという感じがしましたが、ただそれでも甲府の左サイドと思いきやこの右サイド、今度その泉澤選手が早いな、すいませんアディショナルタイム、泉澤選手がじゃああまりこうボールが持てなければと攻撃が出ないのか、そうじゃないです。右サイドに、関口選手そして長谷川選手というこの法政大学から今シーズン、入りましたコンビがあって、またこの右サイドは右サイドで攻撃できる。だからこの甲府は守備モードには入ってるんですけど、ただ守ってるだけでは多分京都のもっと攻撃を受けたと思うんですけど、この左サイ、右サイドの長谷川選手関口選手の攻撃も出せる、泉澤選手も出るというその攻撃があるからこそ、この守備が生きてるのかなという感じもいたしました。京都の方はまあ少しこう長めのボールも使いながらというところでチャンスも伺ってましたし、まあ竹富選手もかなりパフォーマンス上がってきたかなという感じがいたしております。で、今回先ほど高木義明選手の写真がいいなと思ったんですけど、僕今回のエルガラの写真で一番これがいいんじゃないかなと思うのがこの京都甲府の、この山田陸選手と、中川選手がこのボールを競い合うこのシーンのこのなんか2人の本当にこうボールを集中してなんとか自分のボールにしようとしているこのなんかこの目とかこの写真すんごいいいなと、思ってますし、水島新司先生がドカベンでとか漫画描いてる時にいいフォームが描けたら話のストーリー変えるみたいなことを話聞いたことあるんですけど、この絵描けたらちょっと最初に思ってたストーリーも変えたくなるような、そんないい写真かなと、思っておりますが、まさになんかこのゲームを表してるかな、これぐらいなんか拮抗した、そんなゲームにもなったかなという感じがいたしておりますが、ゲームの方は0対0で、終わっております。町田北九州ですけども、こちらは0対1で、ギラバンツ北九州が勝利しております。2分の高橋大吾選手は本当ファインゴールでしたね。まず最初は針谷選手から受けたパスがすっごい強かったですけど、それを見事に止めて、カルドナ選手とのワンツーから左足でズゴーン決めまして、見事なゴールでした。ただね、町田ね、前半でもすっごい攻撃いいんですよ。スピードに乗った攻撃で本当に相手ゴールに何度も迫ってたと。で僕は FC 町田ゼルビアはもちろん守備の硬さもありますが、攻撃も非常にいいなという感じにしておりましたが、後半、チョンテセ選手と、ドゥドゥ選手を入れていきます。後半ね、で、吉尾選手を左サイドバックにしたりということで、まあ、超攻撃体制にはなってるんですけど、これが非常に攻撃、まあ、増えた部分もあったんですけど、前に強力な選手がいるだけにちょっと単調になった部分もあったかな。前半の攻撃はあれですっげえ良かったのになという分かんないですけどね、これももう結果論というかあれなんですけど、前半の攻撃あれはあれで良かったしな、もうちょっと見たかったかなという感じもしましたけど、でもまあそうか、テセ選手とかドゥドゥ選手、まあドゥドゥ選手は最初左サイドにも入りましたけどね、ドゥドゥ選手入ったらまた攻撃の質も変わるしな、面白くなるしなというなんかすごい微妙なところありましたけども、ただですよ、それで攻撃の圧力すっげえ増したんですけど、北九州粘りましたね。ゴールキーパーの吉丸選手も非常に良かったですし、組織でもちろん守ってるんですけど、その局面局面で一人一人が非常に戦ったなという感じがいたしまして、0対1でギラバンツ北九州が勝利しております。さあそしてラストですが、愛媛水戸
0対5、水戸が大勝、しております。愛媛は中2日というようなゲームではありましたが、ちょっとそれも響いたのかなという、印象もありましたが、水戸のやっぱ奥田光也選手、本当にYSCC 横浜の時からそうですけど、推進力というか、前向きにドリブルを始めると本当にこうぐいぐい進んでいくというか、自分が進んでいくだけじゃなくて、あの選手がドリブルするとなんかチーム全体に前向きの力が出るという、そういう力の持ち主だなと、このゲームでもアシストもありましたし、後半にはゴールも決めましたけども、奥田光也選手の見事な、パフォーマンスだったなという感じもいたしましたし、ゴールキーパーでは、水戸の方は中山海保選手がスタメンでしたけども、見事無失点で終えるというようなところもありまして、なんか、水戸パワー、水戸ちゃんパワー炸裂という感じで、ゲームの方は終わっております。さあ、そんな結果を受けまして順位表をご覧いただきたいと思います。新潟が勝利しました、京都が引き分けましたというところで、新潟京都勝ち点36で並んでおりますが、新潟が首位、京都が2位、そして3位の FC 琉球は、勝ち点の差が3ということですが、琉球敗れました、ジュビロが勝利しましたというところで、3位琉球と、4位ジュビロの勝ち点の差が1つ、ジュビロ磐田から見ますと2位の京都サンガまでが勝ち点の差が4だから、要は1位の新潟とも、勝ち点の差が4というところで、なんか迫ってきたなと、じわじわ磐田が迫ってきたな、上位を伺える位置に来たなという、そんな感じをいたします。J2 の第16節、振り返ってみました。ちょっと長かったですね、すいません、失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。